40代、四季森之助は、大相撲の元立行事、宮城の部屋所属、血液型は A 型、大阪福祉和田市出身。幼い頃から相撲が大好きで、当時の大関、清国の仕切りの綺麗さに憧れていたという。中学を卒業したら、力士になろうと相撲部屋を訪ねて回ったが、165センチメートルの身長であったため断られ、宮城の部屋で、 どうしても相撲の世界に入りたいなら行事にならないか。行事になったら番付表に名前が載るぞ。と親方に声をかけられたという。入門した宮城の部屋に当時は行事がおらず、一門の立浪部屋に所属していた27代木村昭之助の弟子として指導を受けた。1975年3月場所、四季森吉之助の名で初土俵。 1978年1月場所に木村吉之助に改名し、2005年9月場所に幕内各昇進。2006年1月に11大式主勤多優秀名。2011年11月場所、三役各行事に昇進した。2012年11月場所、同じ三役各の先輩16代、木村玉光が脳梗塞で長期休場中、さらに4代。 木村正直が肝細胞がん術後再発により10日目から休場のため、三役格は2013年1月場所まで、西木太夫一人が裁くことになったより11代四季士肝太夫が三役格昇進。2013年11月場所より率、行事40代、式森之助を襲名、幕内格に昇進してからわずか8年で率、行事昇進となった。 過去の井之助襲名者の中でも、異例の若さであった。兄弟子二日、行事三十七代木村正之助、弟弟,弟子に三役各六代木村玉次郎、幕内各木村俊之助がいる。裁きについては、三十六代木村正之助から、若い頃から、立ち振る舞いが美しく、裁きも正確であると評される一方で、広角家の漫画家役三つるからは、 裁きが上手じゃないし、ミスも多くて、しばしば問題視されていた、評されている。2015年5月場所より、主席行事として前場所結びの一番を裁いていた。2017年12月の講述する、不祥事により、2018年1月場所から3場所、連続出場停止の処分となり、処分明けの5月場所後に辞職した。猪助は、 普段から酒癖が悪いことで有名で、過去にもセクハラ行為を行ったことがあるという。また、一緒に飲んでいた関取りの曲げを叩き、おい、もっと飲め、俺の酒が飲めないのか、投げてやると絡んだり、地方巡業で酒に酔って、民家の屋根に上り大騒ぎになったこともあり、立行事としての品格について、教会幹部から危惧されていたという。同門の維新力工事も、 イノスケの酒のトラブルについての証言をしており、巡業中の旅館で風呂の中で飲みそのまま寝てしまったり、階段から落ちて骨折したり、酔った状態で土俵に上がり、ふらふらしながら真っ赤な顔で、差配したこともあったという。前述の通算4回という軍配差し違え及び29代、イノスケ以来となる出場停止処分、未成年行事に対するセクハラ行為と、実、行事40代、 式季森伊之助としての評価が思わしくなかったが、立業時に昇進するまでと昇進後に、数々の苦労があった。以上のことから、伊之助の昇之助昇格は2018年1月場所、時点で先送りが続き、昇之助空位の場所の記録更新中で、伊之助が2年を超えて一人で立業時の役目を、務める前例のない状況が続いていたが、前日のセクハラ行為によって3場所、 連続出場停止処分となり、処分明けの夏場所後に退職した。結局、木村翔之助は昇進できないままであった。退職後の2018年6月1日付で、相撲博物館に食託職員として採用された。ありがとうございます。